人道法国際研究所は、1970年に設立された独立の非政府組織であり、イタリア共和国産レモ市に、本部、スイスジュネーブに事務局が置かれる。現在の所長は、ファウスト・ポカール。人道法国際研究所は、国際人道法、人権、国際難民法の発展、普及を目的とし、武力紛争法に関する教育及び、研究機関でもある。 ジュネーブ条約の締約国には自国軍隊に武力紛争法を遵守させる義務があり各国の義務履行を支援するために知識や専門性に応じた各種の集合教育を開催している国際人道法の分野の中心的な研究教育機関として国際的にも高く評価され国際機関と密接な連携のもとセミナーや会議を数多く開催している 特に軍人を対象としたセミナーは有名であり、海戦における武力行使についてまとめたマニュアルは、海上武力紛争三レモマニュアル解説書として出版され、研究者や実務家のように指されている。また、フランスのニース大学の平和発展法研究所、オランダのハーグ国際法アカデミーとも協力関係にあり、国際司法、国際広報、EU 法の高度な研究、 教育を行っている人道報国際研究所本部ありがとうございます。